さんこんにちは。7月3日日曜日の豊島情報スクエアです。区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りしております。さて、毎日暑い日が続いています。体調に気をつけながらお過ごしください。それではまずは豊島区の最新情報ニュースフラッシュです。まず最初の話題です。新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせです。最初に4回目の接種についてです。対象者は接種券をお持ちで3回目接種から5ヶ月経過した方のうち60歳以上の方か、もしくは18歳以上で基礎疾患のある方、その他重症化リスクが高いと医師が認めた方です。3回目の接種を完了した18歳以上の区民の方全員に接種券を順次発送します。60歳未満の方は接種券に同封しているチラシをご覧の上、ご自身が接種対象者に該当するかご確認ください。また接種券がお手元に届き次第ご予約ください。予約方法は豊島区新型コロナウイルスワクチンコールセンターに電話連絡していただくか、予約サイトからのご予約をお願いします。次に武田社ワクチンのノババックスのご案内です。7月1日よりノババックスの接種を開始しています。対象者は18歳以上で1回目から3回目の接種の方です。4回目接種はできません。またファイザー社、武田、モデルナ社ワクチンとは異なり、3回目接種間隔は2回目接種から6ヶ月後になりますのでご注意ください。接種会場は池袋保健所で、原則祝日を除く第1、第4金曜日の午後6時から9時に行います。ワクチンの選択肢が増えました。ワクチン接種をご検討ください。次です。7月10日は参議院議員選挙です。日本国籍の満18歳以上で豊島区の選挙人名簿に登録されていれば投票をすることができます。投票会場は選挙のお知らせに記載がありますのでご確認ください。選挙のお知らせが届かない、紛失したなどの場合でも投票要件を満たす方は投票できますので、投票所で係員に申し出てください。なお、仕事や学業などで当日選挙にお越しになれない方は期日前投票をお勧めします。区役所本庁舎をはじめ、南大塚地域文化創造館、西武区民事務所、そして西武池袋本店や東武百貨店池袋本店で開催しております。期日前投票については7月9日土曜日まで行っています。医療、社会保障、教育など様々な場面で皆さんにも関わってくる大事な選挙です。ぜひ投票しに行ってみてはいかがでしょうか。次です。東京都下水道局より浸水への備えについてのお願いです。近年多く発生している集中豪雨や台風の大型化などにより雨水を流す下水道が整備された地域でも大雨の際に浸水被害が発生する恐れがあります。道路にある雨水桝や側溝に車を出し入れするための乗り入れブロックやゴミ箱などが置かれていたりすると、雨水が下水道管に流れ込まずに浸水の危険性が高まります。雨水桝の周りに物を置いて塞がないようにお願いします。また皆様のご家庭でできる浸水被害への備えとして、土のうやゴミ袋などを利用した水のうの設置や止水板の設置があります。これらを大雨の際に家の出入り口の前に積むことで、雨水が家の中へ侵入することを防ぐことができます。また東京都下水道局では、雨の降っている場所や強さをスマートフォンなどで確認することができる東京アメッシュの配信を行っています。東京アメッシュはリアルタイムで雨の強弱が表示され、 GPS による現在地の表示ができます。日本語のほか英語や中国語、韓国語にも対応しています。今回紹介した情報のほかにも、東京都下水道局のホームページでは浸水対策や下水道に関わる様々な情報を発信していますので、ぜひご活用ください。
続いてです。豊島区在住の小学校児童、中学校、高等学校の生徒の皆さんを対象に明るい選挙ポスターコンクールの作品を現在募集しています。投票することの大切さを呼びかける作品、選挙に行きたくなるような作品をテーマとしています。提出方法は作品の裏面右下に学校名、学年、氏名、振り仮名、住所、電話番号を記入し、9月9日金曜日までに選挙管理委員会事務局へ郵送か持参してください。9月中旬に審査をして部門別に入選作品を選出し、入選作品は都コンクールに推薦します。さらに応募者全員に参加賞、入賞者には賞状、記念品などを贈呈します。その他の応募条件は豊島区選挙管理委員会までお問い合わせください。ご応募お待ちしております。次です。熱中症に気をつけましょう。熱中症予防のポイントを紹介いたします。エアコンを使いましょう。日中だけでなく夜間や就寝時も使用して温度を調整しましょう。熱中症予防のためにこまめに水分を補給しましょう。汗をかいた場合には適度な塩分補給も大切です。体調管理と食事をしっかりとりましょう。豚肉や海藻類、梅干しなどでビタミン B1 やカリウム、クエン酸をとりましょう。屋外に出る際は帽子、日傘などの熱中症対策品を積極的に使用しましょう。また9月30日までは日常生活に無理のない範囲で節電にもご協力ください。次に熱中症の主な症状です。手足にしびれがある、めまい、気分の悪さ、こむら返りといった症状がありましたら涼しいところで一休み、水分、塩分を補給しましょう。また頭痛や吐き気、体がだるい、意識がなんとなくおかしいといった症状があったら涼しいところでの一休みや水分、塩分の補給に加えて衣服を緩めて体を積極的に冷やしましょう。またこういった様子のある方がいましたら声をかけるようにしましょう。詳しくは区のホームページをご覧ください。皆様、熱中症にお気をつけてお過ごしください。次です。皆さん、イケバスにはもう乗りましたか？以上、ニュースフラッシュでした。続いては特集です。本日は南大塚地域文化創造館のワークショップに注目です。8月に開催されるワークショップでは秩父夜祭りで有名な秩父屋台囃子を2回の講座で学びます。夏休みに親子で和太鼓に触れながら伝統芸能を体験することができます。今日は秩父屋台囃子の魅力についてたっぷりお話を伺います。ではゲストをご紹介いたします。南大塚地域文化創造館の柿岡博之さんです。柿岡さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、では早速なんですが、このワークショップどんなものなのか教えてください。はい、まず日時なんですが、8月6日の土曜日と8月20日の土曜日、13時から15時です。はい、で場所は南大塚ホールで行います。秩父夜祭りで有名な秩父屋台囃子のリズムを体験します。はい、こちら、参加する際の注意点って何かありますか？はい、注意点はですね、参加される場合はですね、舞台上であぐらを組むことになりますので、はい、男女問わずパンツスタイルでお願いしたいと思います。はい、今の、この秩父屋台囃子のリズムを学ぶワークショップ、現在の募集状況ってどうなってますか？はい、定員は30名で、今のところ3分の2ほど埋まっておりますが、はい、まだ引き続き募集しておりますので、はい、ぜひご応募いただきたいと思います。はい、こちらは、パンツスタイルでお越しくださいということですね。はい、はい、まだ募集があるとのことです。はい、では、今回のワーク
ークショップで学ぶ秩父屋台囃子が演奏される秩父夜祭りについてちょっとお話しください。はい、毎年12月2日から3日に行われる、秩父夜祭りは埼玉県秩父市にある秩父神社の例大祭として、はい、江戸時代中期頃から続いております。はい、で京都の祇園祭り、岐阜の高山祭りと並んで、日本三大曳山祭りに数えられ、2016年にはユネスコ無形文化遺産に登録されております。はい、で例年20万人を超える人出があり、はい、豪華絢爛でダイナミックなお祭りです。すごい綺麗ですね。はい、ただ今年秩父夜祭りをやるかどうかは例年十五夜の頃に決まるそうなので、はい、今は実施に向けて準備中だと伺っております。で魅力って何ですか？はい、もともと武甲山と秩父神社が年に一度の合い引きが行われる日がこの日でして、はい、それを盛り上げるために夜祭りが行われます。はい、冬空に、盛大に花火が打ち上げられ、その中を勇壮に6基の笠鉾と屋台の出汁が引き回され、その引き手を励ますのが大太鼓、小太鼓、鐘、笛で演奏される屋台囃子です。柿岡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、テレビをご覧の皆さんにワークショップで習得していただく秩父屋台囃子がどのようなものなのか VTR をご覧ください。この方に秩父屋台囃子の魅力を熱く語っていただきます。南大塚地域文化創造館の中内真美子さんです。中内さん、お願いいたします。こんにちは。はい、中内さんも実際に秩父屋台囃子をするそうなんですが、担当のディレクターに打ち合わせの時でも本当秩父屋台囃子愛がすごかったって聞いたんですけれども。はい、もともと私はですね、豊島区で行われております、はい、民族芸能院豊島の舞台作りを担当しておりまして、はい、その際にですね、舞台袖で拝見いたします、うん、秩父社長の皆さんの演奏姿にとても感動いたしました、はい、と言いますのもですね、息を切らしながら、うん、汗まみれで演奏される姿、はい、ダイナミックなバチさばき、うん、またお腹に響くような大音量の迫力、はい、そして玉入れと呼ばれるように超高速の小太鼓のバチさばきに惚れ込んでしまったのが始まりです、はい、そして民族芸能院豊島関連ワークショップとして豊島太鼓道場という豊島高野浮地さんを呼びしての区民向けのワークショップを開催しているんですけれども、はい、それに私も参加することになりまして、はい、改めて太鼓の素晴らしさ、うん、難しさを実感したわけです。もう本当に今でも愛が伝わってきました。今回のワークショップでは秩父屋台囃子の締め太鼓と大太鼓の両方のリズムを練習するんですよね、はい、こちら独特なリズムでさざ波太鼓と呼ばれてるんですよね。はい、そういうふうに呼ばれてますのはですね、はい、力強さとダイナミックなタッチで、うん、大波小波が打ち寄せる様を表現しています、はい、実際のワークショップの時にではですね、まずこの口で唱和しながらそのリズムを覚えていくわけですけれども、はい、例えばですね、大太鼓の場合は、はい、右手がド、左手がコなので、はい、ドコドコドコンコというように覚えていくわけです。締め太鼓、小さい太鼓の場合は、はい、右手がテ、左手がケなので、はい、テンテケテケテケというようにやはり口で唱和しながら、はい、そのリズムを覚えていくわけです。なるほど。今スタジオにその使用するバチも持ってきていただいてますよね。この太いバチって大変珍しいんですよね。はい、秩父屋台囃子はですね、この太いバチを扱うのが何よりの魅力なんです、はい、町で流行りの創作太鼓というのは大太鼓細いバチ、はい、こちらの細いバチで打つんですけれども、はい、秩父屋台囃子は大太鼓を太いバチで打ちます。秩
チブ社長の皆さんはこれよりももっと太いバチをお使いになるんですけども、はい、これをお腹に力を入れて思いっきり振り上げて叩く、はい、それでいながら強弱もつけるというそこに魅力があります。ぜひ体験していただきたいです。私もちょっと持ってみていいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。あ、ずっしりと重いですね。ちょっと今日初めて持ったんですけど、これで、どんなリズムでしたっけ。どこどこどこんこです。どこどこどこんこ、なんかちょっと違いますねやはりこれ使いますとですね、はい、ストレス解消にもなりますので、はいはい、大太鼓はまたこの音が違いますので、ぜひ体験していただきたいです。こんなずっしりとしたの皆さんすごい、ずっと、ね、打ってられて叩いてられてすごいですよね、はい、大変そうですよね。ありがとうございます、はいはい、そして、先ほどお話にも出ましたが、講師の2代目と3代目の高野浮吉さんについて教えてください、はい、高野浮吉さんのことはですね、秩父の皆さんは尊敬を込めて親方とお呼びしております、はい、秩父では太鼓の高野といえば誰一人知らない人がいないぐらいの太鼓の第一人者です、はい、先代の高野浮吉さん、つまり初代の高野浮吉さんは無形文化財でした。その薫陶を受けたのが2代目そして3代目にあたります、はい、親方はこの独特のリズムを持つ秩父の太鼓を次の世代につなげることに力を注いできました、はい、秩父に建てました道場公文館で無料で子どもたちに太鼓を教えています、はい、また外国からもたくさんの人が学びに来ています、はい、そして親子たは全国の指導会にも赴いて教えているので、はい、教えた生徒さんの数は延べ3000人を超えるとか聞いております。うーん、今年もブラジルから学びに来るそうです。すごいですね。海外から学びに来る方もいらっしゃるんですね。そうなんです、はい、本当に皆さんに尊敬されているということですね、はいはいはい、ではなぜ今この秩父屋台囃子なのでしょうか。はい、コロナ禍でですね、秩父夜祭りが2年続けて行われませんでした、はい、今年こそは夜祭りが行われて、うん、秩父の街中に太鼓の音やお囃子の音が響くことを私も願っておりまして、はい、この豊島区からエールを送る意味でワークショップを開こうと思いました、はい、またこの夏休みの機会に伝統芸能に触れていただきながら、はい、それを絶やさないためのお手伝いもできればと思っております。はい、豊島区と秩父市はですね、姉妹都市でございまして、はい、その当日ワークショップの当日にはですね、ロビーで秩父の観光情報なども掲示しようと思っておりますので、はい、秩父の魅力を豊島区内に発信できればと思っております。はい、ありがとうございます。ちょっと熱いお話を伺いましたが、8月に南大塚ホールでは他にも落語会も開催されるんですよね。これってどういったものなのでしょうか。はい、8月18日の木曜日にですね、はい、第112回南大塚ホール落語会が行われます、はい、出演されますのは隅田川馬跡師匠と柳家三五郎師匠のほかです、はい、チケットも好評発売中ですので、はい、ぜひこの機会にお買い求めください。はい、こちらも楽しみですね。はい、それでは、番組もそろそろ終わりの時間に近づいてきましたので、視聴者の方にメッセージをお願いします。はい、南大塚ホールではですね、この夏休みにですね、太鼓ワークショップと落語会という2本立てでお送りしておりますので、はい、ぜひ皆さんのご来場をお待ちしております。はい、ありがとうございます。本日のゲストは南大塚地域文化創造館の中内真美子さんでした。はい、せっかくなので最後にもう一度ちょっと太鼓の叩き方を教えていただきたいんですが、はいはい、では、はい、どこどこどこんこ、はい、これをマスターしたいです。どこどこどこんこ、あ、最後左2回出す叩きってことですね。はい、のどこどこどこんこ、あ、できた、できました。そうです、はい、これをもっと早くやるってことですか。そうです。はい、どれぐらいの速さなんですか。どこどこどこんこ、どこどこどこんこっていう感じです。ちょっと一度やってみたいです、はい、せーの、どこどこどこんこ、どこどこどこんこ、あ、合ってますか。はい、これワークショップでこんな感じに教えてもらえる、はい、ということですよね。はい、はい、すごく楽しみですね。はい、ぜひ体験してみてください。はい、ありがとうございます。ちょっと貴重な体験、私も本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは今日はこの辺で失礼いたします。また明日の豊島情報スクエア、どうぞお楽しみに。皆さん、それではさようなら。